できるだけ歩いたりするけど体重が減らん。走ったりするけど一日で終わった。スクワット頑張るけどももが太くなった。たまには腹筋やってみるけどお腹がへこまん。そういった方にぴったりなクラブウォークを紹介します。簡単に言うとカニ歩きです。これは実は日常的にない動きで弱った筋肉をしっかり鍛えることができる。なおかつ有酸素運動になる。姿勢改善ができるのでお腹がへこみ代謝が上がり痩せる効果がものすごいあるんです。自分のペースでいいです。最後のメニューまでやることが効果的なので一緒に頑張りましょう。まずは軽く中腰でスマホ見ながら小股で歩きます。スタート。こういう感じ。休憩しながらでいいです。中腰で横にピクピク歩く。これもしねももの前がきついよっていう人はねちょっと前かがみになってください。そしたらもも裏にいきます。結構これね疲れるけど痩せますんで。足音気になるよって人はねゆっくりでもいいです。こういう感じで静かに動いてください。OK、それでは片足を前後に振りましょう。できれば前に振るよりも後ろに振る意識をねしてください。もしバランス崩れたりついてる足が疲れたらねちょっとこう休めながらマイペースでねやってください。足を後ろに振る動きっていうのはランニングとかと比べて使われてない背中全部使うんでだいたいねランニングの6倍の効果があるって言われてます。なのでしっかりね足後ろに伸ばして後ろ側使いましょう。おっとバランスがいる。ちょっと足をねブラブラして、さあ反対足いきましょう。これだけでもね本当に外をねランニングしてるぐらいね有酸素運動効果ありますから、楽して痩せるとはねもうこのメニューのことです。弱い筋肉を使えて息が少し乱れる。そうなるとね、カロリーと脂肪を使ってますんで、なかなかね、四つん這いとか、スクワットとか、腹筋やったりね、体変わりにくいよっていう人はね、こういう効果的なね、有酸素運動を含めて、上手にね、1週間の中で2、3回やってみるとかね、継続してやると体変わりますんで。OK、 ちょっと足振りましょう。この片足立ちっていうのはね大体1分で50分分のねウォーキング効果あると言われてるんで結構疲れますよね。で今度は後ろにね足踏みいきましょう。後ろに体を進むのっていうのはさっきも言ったんですけど6倍の効果があると言われてますので、日常的にないですよね後ろに進むことは。ただ気をつけてくださいね。スマホ見ながらぼちぼち後ろ歩きをしてください。ふう、息が上がるね。もし回るの難しい人はね前に戻ってもいいです。
へえ、ちょっとレベルがね上がります。足肩幅でつま先かかとつま先かかと、こういう感じでね横に動いていきましょう。マイペースでいいですからね。もしね足の滑り悪いよっていう人は上げてこういう感じでね動いてください。できればこの滑らした方がね簡単なんですけど、難しかったらこういう前後にね動いてください。マイペースでいいですよ。この横に動く動きがね、弱ってるお尻の横とか使えるんで、ヒップアップとかね足痩せ効果すごい上がります。骨盤がねこう正しくなればお腹もへこみますので、やらない動きをやるのがね一番痩せるために効果的です。おお、キック、よっしゃー。今度はねその場で片足立ちになったら反対に変える、お相撲さんの四股踏みます。いきましょう。この足をね横に上げる動きがね、中殿筋がね鍛えられて、足痩せ、垂れ尻、骨盤前傾、これにねすごい効くんですよ。もしできる人はね手をね膝につかずやってみてください。ウエストにもねしっかり効くんでね。バランスも取りますからね、下半身すごい鍛えられる。日常的にやりませんよねこういう動きってね。それがね痩せるにはいいんですよ。ラスト、立った状態で高くももを上げましょう。両足交互いきましょう。この足をね年々上げる高さが下がってきますよね。要するに足を高く上げないということは腰が丸くならないということです。ということは反り腰になっていきます。足が太くなりやすい人もこの足を持ち上げる力がね弱いと細くなりません。踏ん張る力よりも足を上げる力の方が綺麗な足になりますから、しっかりね高く上げる、反り腰解消、足痩せに効果的なね大腿四頭筋をね鍛えていきましょう。でね、もも裏がね硬いと曲がっちゃうと思うんですけど、しっかりね伸ばしたまま足を上がるように練習してください。OK、 綺麗に痩せる有酸素としては抜群のメニューになってます。週に2回3回できれば頑張ってみてください。1ヶ月もすれば必ず体型変わってます。鏡やメジャーでビフォーアフター見ながら継続してみてください。やった人はコメントください。